はい、皆さんこんにちは。内田隆雄のカタチャンネルです。今日は竹原さんと木村稔選手、ね、コラボしまして、はい、僕のチャンネルで対談ということなんですけども、ありがとうございます。ありがとうございます。早速プレゼント。はい、あ、なんですかこれは。ブラストってね、はい、俺が今、はい、手掛けてる、はい、ブランドまたですね、金儲けに走ったんですね。そうですねこれね、ブラストってね、はい、爆風とか爆発とか、はい、突風とかそういう意味があるんで、なるほど、もうね、年を取ろうが何しようが俺らはもう、はい、まあ、旋風を起こすっていう意味で、はい、うん、いやでも竹原さんなんかね、すごいっすよね。だってほらもう一回入院したんですか、手術して。した何でしたっけ。がんで、そう、うん、もう8年前だもんね。いやでもあの時すごい痩せ細って、そうそう、そっからまさかのまた今逆に今年取ってみなぎってますね、パワーがあの時ね、まあ、ステージ4だったんですよ。もう最悪はもう1年ですって言われて、うん、その時もう諦めたんだけど、なんか死にたくないってなって、はいはい、頑張ろうと思って頑張ってるうちにもう8年来てる。でもあの時はもう本当に、あ、もう死ぬかもと思ったんですよ。いや、思った。もうダメと思った。すごいですね、うん、あれ復活したらもう本当にもう竹原さんもう儲かっちゃしょうがないから今YouTube もバズってるし、その前にさ、はい、もう死ぬと分かったら、はい、今までの人生がなんかバカらしくなるわけよ。何やってたんだっつって、はい、もう一回ボクシングじゃないけど、ボクシングの頃ってなんだかんだって青春してたわけじゃん、はい、そうね、青春をもう一回味わいたいなっていうので、まあ、YouTube を始めたり、そのスパーリングやったり、いろんなことを挑戦してた。そうか、もう一回もう死なぎと思って今、そうそう、だから昔よりもだいぶ変わりましたもんね。活発的な性格というか、硬かった、いろんなもう活動範囲が広まった。若者とちょっとね、そうそう、スパーリングやったりとか、そうそうそう、まあ、スパーリングは余計だけどね、まあ、いろんなことに挑戦するようになったね。でも面白いですよね。ありがとうございます。でも、まあ、ミノル君、ミノル君なんか竹原さんのところで練習してるみたいで。そうそうそう、まだどこ行くかはまだ決めてないんでね、正確には言ってくんないから正確には、まあ、一応練習させてください、はい、はい、あいつでもいいよっていうので来てんだけど、いやもう2ヶ月ぐらいだけだったので、ご指導してもらう。まあ最終的には本人が決めることだからね、はいはい、多分ね、まあ多分内山君がボクシングジム加盟したらプロにね、はいはい、あの内山さんどこ行かせてくださいっていう可能性だったらあるわけです、はい、そう場合はいいんですか、もし竹原さん。まあ本人が決めることでしょう。まあでもそりゃそうですよね、うん、まあちょっと今ね、いろいろ移籍もまあ、まあ楽になったしね、楽になりましたけど、それでもやっぱり暗黙の了解みたいなのがあります。まあでも一番は俺はね、うちのジムで頑張ってくれるっていう子を、はいはい、一緒にやりたいだけなので、うん、最近だからよくね、若手の子たち育ってますもんね。うん、そうだね、はい、YouTube 効果でいろんな若い子がプロになりたいって来てくれて、どうですか、トップ4でもいるんですか今。トップ4でも何人かいます、うん、あ、まあでも頑張ってるね、それなりにね。ジムもすごい賑わってますね、ね、うん、活気があって。ミノル君はあの結構昔はやんちゃしたの。いや僕全然普通の子だったと思います。普通の子普通の子分かんない、それどんぐらいが普通なの。山梨だね。そうです、そうです、大月だっけ。いや、あの富士吉だし、富士山はどうです、はい、富士吉だ、はい、あ、富士吉だね。でも遊ぶときは大体東京来て休んでました。ああ、そうなの、はい、富士吉だったらだっけ、なんかあのディズニーランドですか、あの遊園地があるとか、そうそう、降りたりする富士急、富士急、そう、はい、武藤刑事と一緒です。あ、武藤さん、あ、そうだそうだ、そうだそれで昔一回飯食って、うん、ボクシングやるっていうのに競馬に行ったんだよね。そうです、それで怒ってるんですね。怒ってなかった竹原さんにちょっと聞きたいんですけど、うん、どうですか今のボクシングと昔のボクシング。だって今もう村田とか、うん、井上とか、うん、すごいなんかちょっと時代がまた変わったじゃないですか。変わったね、昔の昭和の時と比べて、うんうん、竹原さんがやってた時からやっぱ今の時代の子たちっていいなって思うんですか。いいなとも思う部分もあるし、かわいそうだなと思う部分もあるね。まずいいなと思うのは、まあ、井上君とか村田君か、はい、ペーパービューがあるおかげであんなビッグマッチができてね、あのかなり大金を手に入れたわけじゃないですか、はいはい、そういうのはまあね、実力があって頑張ればそういうことができる時代になったなと、はい、悪いと思うのはチャンピオンになっても結局テレビ局が全部引いてるわけです、はいはい、民放とかね。だから無名なチャンピオンがいっぱいいる。うん、それはどうなんだろう。ペーパービューもそうですもんね、ある意味人気なかったらあんなやったって誰も見ないですからね。せめてね、民放がね、世界戦だけでもやってくれればいいけど、はいはい、ね、世界チャンピオンになってもね、まあ、知られてない人は本当に増えないような世界チャンピオンがいるわけじゃん、はいはい、かわいそうだなと思いますよね、
だから逆に今の時代ってスポンサーがやっぱほらそういうのがなんかみんな好きじゃないですか、うん、昔ってあんまりスポンサー制度ってなかったですよね。俺らの頃トランクスはあった？ありました。俺らなかったからね。あ、演じちゃダメとかじゃなくて、うん、そういう発想がなかったね。あれ多分内藤君がやったんでしょ。あ、そうなんですか。勝ち目噂はね、なんかスポンサーでかくつけてやったとか、うん、スポンサーでもやっぱね、あれでもみんな応援してくれるのっていいですよね、試合したら、うん、お金もそういう応援してもらえるっていうのは、うん、ただね、人気のある選手、スポンサー頼みでいい加減なことをやる選手も多いから、まあ ね、それ嫌だよね、はいはい、やっぱ頑張ってる選手にスポンサーつくのは俺嬉しいけどね、うん、で試合、なんかもうやる気ないんだけども、試合したらお金入るからみたいな、そう、そういう選手は応援してくれるから結構いるじゃん。知ってる、知ってるじゃん。います、います、ね、1試合やればチケット売れるから何百万手に入るとかね。あともう引退してもいいのに、なんかもう本当だったらみんながもう引退しようと思ってるのに、なんかダラダラと、なんかね、試合したら毎日スポンサーがもらえるからみたいな。じゃボクサーすごいスポンサーたくさんついてるイメージありますね。えいや、そんなことはないよ。本当ですか。K-1 とかライジンとかライジンの方が俺はすごいイメージある。そうなんですね。ボクサーの方がすごいいっぱいついてるってイメージ。逆にミドル君から見て、その K-1 とかそっからそのボクシングの要はいいなって部分とボクシングこれはあんま良くないなって部分って何？その他の格闘技から見て。いいなって思う部分はやっぱり、まあ、世界チャンピオンだったらそういうお金がもらえるっていうところだったり、うんうん、なんかそれはスポンサーの話なんですけど、うん、なんかすごいでかいところがついてるイメージ、イメージがすごいあって。まあ、本当に、ね、強くなって、はい、本当にとの、ね、一流企業の、ね、そうですね、うん、僕でも知ってる企業が強くするとか、そこはやっぱ夢あるなっていうのはずっと思いますね、うんうんうん、悪いなって思う。悪いなって思うのはやっぱり僕とはやっぱ K-1 とかにいたんで、うん、まあ悪く言うと閉鎖的じゃないですけど、うんまあ、すごいやっぱスポーツだからすごい、そうだね、そういうイメージがあって、うんまあ、今は変わってきたと思うんですけど、まあ、そういうところでさっき竹原さんが言ったみたいにやっぱチャンピオンになってもテレビが放送しなかったりとかはそうあるんだろうなって思って、うん、だからチャンピオンになっても何かそのズバ抜けた何かがないとそうだ、ね、テレビに注目されなかったりとか、うんまあ、K-1 とかライジオよりも難しいってことなのか、まあうん、名前売るのが日本チャンピオン誰も知らないですよね。知らないよね。ぶっちゃけ日本東洋チャンピオンじゃ誰も知らない。自分らが現役の頃はまあ知ってるじゃん、はいはい、日本チャンピオンとかあ今誰何級は何々だとか、ええやめたらもう全く興味ないですね、はい、たまにね、話題の選手はたまにああ、わかるなぐらいですけど、一般的にはもうほとんど知らないないよね、うん、逆に K-1 とか来年やったらさ、日本のチャンピオンさ結構もうさなんとなく知ってますよね、前聞いたことあって、うん、売り方うまいよね、K-1 とね。あとやっぱ僕が思ったのは K-1 とかって興行側は選手を押し出すじゃないですか。あボクシングはそれがシステム的にないのかなっていう、うん、まあでも人数も多いしね、うん、あプロボクサーってさ本当にもうめちゃくちゃいるからさ、うん、4回戦からねやっぱね、うん、4、6、8ってあるから、そう考えたらそうです、そう考えたらやっぱね、そうは強い分ピラミッド投手、はいはい、実力で登り詰められてもそうそうそう、まあ、いきなり強くても挑戦できないけどね、うん、まあでも楽しみですね、とにかく楽しみだね、このまま真面目で素直さが続けばね。続きます。遊びに走んないように。そうそうそう。はい、まあモテるだろう。そうですね。ね。真面目に頑張ります。え、ぶっちゃけ月いくらぐらいもかったですか。どうですか。じゃあ、ミノルが逆に戦ってみたい相手。いやー、自信はもう 100%。 おお。これ聞いたら、ご視聴ありがとうございました。皆さん、チャンネル登録もよろしくお願いします。